AKB グループ総監督の高橋みなみが24日にて行われた AKB48 グループ大組閣祭りで発表された衝撃の人事異動に涙を見せた。どんな時でも気丈に振る舞うグループ総監督の高みなも、この日発表された今までに大幅な組閣にここまでメンバーが離れ離れになると思っていませんでしたし、正直ショックなところもあります。と、ステージ上で涙を流すなど、動揺を隠せない様子。続けて、でも、ある意味面白味のあるチームになったかなとも、思います。まずは考える時間が必要だと、思います。メンバーもそうですし、ファンの皆様もそうでしょうし、まずその時間を、いただいてからきちんと飲み込みたいと思います。と、努めて冷静に話した。これまで何回も組閣を、経験してきて、毎回毎回、ふざけんな、って、思う気持ちもありました。でも半年一年経ってみたら、涙でそして笑顔で隣にいる仲間と、歩んでいる自分がいました。と、これまでの変遷を振り返りつつも、兼任だったり移籍だったり、口で言うほど簡単なものではありません。メンバーの決意や、夢に向かっての個々の気持ち、それがきちんとないと成立しないのが、組閣です。と、メンバーの思いを代弁。最後に、やらされているのではなく、私たちは自分の夢に向かって、一生懸命歩んでいきたいという気持ちで、立っています。きちんとその場所でいるものを、得て、この組閣を半年後一年後大成功だったと、言えるように、頑張っていきたいなと思っています。どうぞ皆さん、これからも応援よろしくお願いします。と、総監督らしくグループ全体への、応援を呼び、AKB グループ総監督の高橋みなみが24日にて行われた AKB48 グループ大組閣祭りで発表された衝撃の人事異動に涙を見せた。どんな時でも気丈に振る舞うグループ総監督の高みなも、この日発表された今までに大幅な組閣にここまでメンバーが離れ離れになると思っていませんでしたし、正直ショック。